お家で学ぶ日本舞踊講座、今日は寿の第2回目のお稽古です。では始めたいと思います。よろしくお願いいたします。前回やったところまでを復習で何回か踊ってみたいと思います。で、最初からチャレンジします。左手で逆をやります。1、
1、2、3とですね。そしたら今度は左手をお扇子の上に乗っけて、右足を出してまずお扇子を開けます。で、右足を引いて隠れます。それでお滑りを2回します。1回、2回、そうですね。そしたらもう一度このまま構えます。そうですね、この後左足が前の方がいいですね。ただ今度たっぱいと言いまして、肩にまずお扇子を乗っけます。で、まず右足を出した時にお扇子を開けます。これを3回やります。また乗っけて、今度左足を出します。はい、そうです。今度は右足をまた出します。そうですね。そしたらお扇子を回してちょん、そうですね、つけます。で、手を帯のところに持ってきて、で、お首を振ります。1、2、3ですね。そうしたら今度はお扇子を閉じ、座ります。で、お扇子を前に出して、最後は最初と同じお辞儀をします。で、これで一応終わりですね。はい。でもう一回ちょっと音をかけないでやってみたいと思います。はい。まず考えます。はい。1、2、3の、はい。1、2、3。はい。お扇子開けて、右足出して、右足を引いて隠れて。はい、お滑り2回、1、2、はい、そのまま、また、はい、構えます。はい、3回、1、2、3で、前頭を回して、で、ちょんってつけます。で、左手は帯に、お首を振ります。1、2、3、はい、そしたらお扇子を閉じて前に出して、で、最後はお辞儀をして終わります。そうですね、じゃあ、音をかけて何回かやってみたいと思います。はい。So cold.
ありがとうございました。お疲れ様でした。